今日は日本に昔からある育てやすい宿根草の紹介だよ。あー、もう夏も終わるのに壁チョロには浮いた話がないわね。え、何のこと？また彼女できないことバカにする気？違うわよ、アドバイスよ、アドバイス。大丈夫だよ、僕だっていいなって思う人ぐらいっているよ。かー、アマちゃんね、壁チョロの話聞いてると鱗がかゆくなるわ。あのね、魅力的な人に出会った時に恋が始まるんじゃないのよ。恋ってのは嫉妬を感じた時に落ちるものなのよ。え？恋って落ちるものなの？なんかいいこと言ってる気がするな。でも姉ちゃんが言うとなんか少しうさんくさいんだよな。はあ？何？じゃああんたに男と女の何がわかるっていうの？男と女？あ、姉ちゃんお見ないしって知ってる？出た、何でも植物に結びつける。知らないから詳しく教えなさいよ。うん、こんな感じ。あら、野に咲く花の趣だけど花も綺麗ね。うん、こっちも見て。こっちも同じようだけど、少したくましくて花は白いわね。うん、最初のがお見苗子で、これは男絵師だよ。あら、あら、女と男ってことなの？うん、名前についてはいくつか説があるけど、要はごつい方が男絵師ってことだね。フェンネルにも似てるわね。うん、いいところは夏の南向きって暑すぎちゃって何植えたらいいか難しくて、ススキみたいの多くなりがちだけど、これは花が咲く宿根草だけど丈夫だよ。九州から北海道まで自生してるから、まさに日本の風土に合ってる宿根草って言えるね。こういうものを植えて綺麗な景色を作るっていうことは無理ない植栽でおすすめだよ。あとお見苗子は万葉集に歌われる秋の七草なぐらいずっとあるから、ノスタルジックな表情も出るね。これ割と背も高くなりそうね。そうだね、一丈ぐらいになるよ。低めの斑入り糸ススキなんかの後ろにまとめて植えると花が糸ススキの上で咲いて綺麗だよ。秋の七草ってことは花は秋に咲くの？どっちかっていうと夏かな。でも秋も黄色っぽかったりして残暑の頃はまだ綺麗だよ。男絵師の方もいいじゃない。うん、白い花は合わせやすいと思うんだけど、お見苗子より流通量が少ないかな、手に入りづらくてね。誰か作ってくれないかな。野草っぽいからススキと同じで売りにくいのかな。へえ、壁ちゃろ、まとめてよ。うん、お見苗子は日当たりに強い夏から残暑にかけて咲く宿根草で、高い位置で黄色い花を咲かせるよ。日本の風土に合ってるから育てやすいね。同じような花に男絵師があるけど、こっちは白い花だよ。植えるときは60センチに1株ぐらいでいいと思うな。背が高くなるからボーダーとかで使う場合は中段から後ろの方でね。お見苗子とか植物を語る壁チョロはいつもより自信がありそうで少しいいと思うわよ。その感じで気になる子に話しかけなさいよ。でも僕実際は素敵じゃないからな。壁チョロ、こんな言葉があるのよ。謙虚になるのなんて誰でもできる。時には傲慢になる勇気を持ってよ。あんたはただ人に嫌われるのを怖がって謙虚なふりをしてるだけ。傲慢さが必要な時だってあるんだから、その勇気を持ちなさい。わかったよ。じゃあ気になる子に話しかけられるように、自分はすごくかっこいい超素敵なガーデナーって気持ちで接するようにするよ。なんか今日姉ちゃんいいこと言うよね。でも壁チョロ、
傲慢になるのはいいけど、超素敵とか嘘はダメよ。あのね、こんな言葉もあるのよ。嘘つきは泥棒の始まりよ。また調子に乗っていいこと風に言うけど、それは小2の頃から知ってる言葉だよ。